お待たせお待たせ。さあ冬もこたつでファミコンだ。年末年始の超話題作を全て見せてしまう89年1月号。好評のゲーセン野郎 PC エンジンも入ってとっても豪華なファミマガビデオだ。新世代マシンのメガドライブ、マリオ3の攻略、そしておなじみのウルトラテクニックと、もう大変。一足お先に89年へ猛突進だ。ファミスタに待望の88年度版が出た。今度はただのデータ変更バージョンではなく、新しい要素がいっぱいだ。まずはエディットモード。一つのチームの全てのデータを自分の好みに合わせて作ることができるんだ。そのチームはナムコスターズの代わりにリーグ参加するぞ。じゃあエディットした選手を見てみようか。160キロのフォーク、そしてなんと200キロの直球を投げる投手。防御率は 0.00 だぞ。おっと、こちらは打率5割9分、ホームランがなんと98本のバッター。こんな選手を大活躍させることができるなんて夢みたいだ。一人プレーでの試合形式はこれまでと違い、最初に対戦するチームを自由に選べる。そして球場も4つの中から自由に選べるんだ。さらにさらにピッチャーは6人に増えた。これで先発投手のやりくりが楽だぞ。そして打順も自由に変えられるようになったんだ。球場画面も全部違う。これはドーム球場だね。試合結果の報告も新聞風からテレビのスポーツニュース風に変わった。さらに今回はパスワードがなくなった代わりに、負けても次のチームと対戦できるようになっている。前の試合で使った先発投手が次の試合で使えないのは同じだ。それでは4つの球場を紹介しようね。まずドーム球場。この球場は4球場中最大のマンモス球場。その上フェンスが高いため、よほどの強打者でなければここでホームランを打つのは至難の業。ここでは守備力が試合を大きく左右することになり、守備がザルだとどうしようもない。今度はシャチホコ球場。トレードマークのお茶目なシャチホコとグラウンドのホーム周辺の模様が特色。球場の広さや形状も今までのピッカリ球場とほとんど同じだよ。お次は六甲山球場。この球場にはラッキーゾーンがある。このラッキーゾーンのおかげで左中間、右中間方向にはかなりホームランしやすいように感じられる。最後に河川敷球場。この球場は何といってもグラフィックが面白い。ホームランやファールを打つごとにいろんな景色が現れる。また球場が狭いためホームランが続出して、ダイナミックな乱打戦を楽しむことができるだろう。今度のファミスタ88はプレイ上でもいろんな要素が加わっている。まずはこのファインプレー、A ボタンと十字ボタンでジャンピングキャッチや飛びつきキャッチが自由自在だ。さらにエラー、こちらはコントローラー操作と関係ないのがつらいね。
また内野手の足が速くなったので足でかき回す作戦がしにくくなった。さらに疲れてくるとピッチャーが肩で息をしたり、好調バッターはバットをぐるぐる回すぞ。ラッキーセブンになるとバッターが全員よく打つようになるんだ。そして先行びいき、後行びいきなんて隠れモードもある。ひいきされたチームは全員よく打ち、エラーも少なくなる。最後にホームラン特集だよ。88年度版では飛距離が出るんだ。大きくグレードアップし、従来より楽しさが倍増したプロ野球ファミリースタジアム88。12月20日、ナムコから発売予定。そしてもう一つ、ファイナルファンタジー2。今回はそのファンタジックな冒険の旅をストーリーを追って紹介。最後に戦闘シーンもバッチリ見せちゃうぞ。アクシデントで仲間の一人を失った3人の主人公は、王女ヒルダに反乱軍の一員となることを申し出、パラメキア帝国の野望を打ち砕くため冒険と戦いの旅に出ることを決意する。ヒルダや側近のミーウの話によれば、最初の目的地は以前王国の都であったフィンの町だし、3人は今は帝国軍に占領されたフィンの町を目指し旅立っていく。それではアルテアの町にいるその他の重要人物を紹介しようね。これはカシュオーン王国の王子ゴードン。戦いに敗れ自信を失っているようだ。武器屋にいるのが鍛冶屋のトブール。帝国軍を打倒するための優れた武器を生み出すことができるのは彼だけなのだ。それではいよいよフィンに向かって旅立ちだ。はじめに立ち寄るのは小さな村ガテア。ガテアは帝国の魔の手が伸びていないからのどかだけど、フィンの町の方はすでに帝国に占領されていて危険がいっぱいのようだ。ここガテアはフィンでの戦いのための重要な前線基地の役割を果たすぞ。さあフィンの町にやってきた。帝国軍の兵士がうろうろしていて迂闊に近寄れない。町の中にあるパブ、ここのマスターは何か秘密を知っているようだ。そしてマスターに教えられてやってきたのはある場所にある地下室。ここにいたのは死んだはずのゴードンの兄スコット。彼はヒルダの恋人だったんだ。彼からはアイテムのリングを手に入れることができる。リングを手に入れた主人公たちは再びアルテアの作戦会議室へ。ここでヒルダにアイテムのリングを見せよう。どうやらミスリルという金属が帝国軍打倒の鍵を握っているらしいぞ。主人公たちはミーウと一緒にミスリルの手がかりを知るらしいヨーゼフを探すためサラマンドに向かうことを命じられる。さあパーティーにミーウが加わった。アイテムのカヌーも手に入ったぞ。サラマンドに行くにはまずパルムに向かわねばならないみたいだ。パルムへはカヌーで行くんだね。早くミスリルを見つけ出しトブールに優秀な武器を作ってもらわなくちゃ。こうして主人公たちは次の目的地パルムへ向かい旅立っていく。そのパルムは港町。荒くれ者の船乗りたちが町中にいる。サラマンドに向かう前にここから船でポフトの町に行こう。さあポフトの町に着いたぞ。ポフトの町はいろんな町や場所への中継地点になっているぞ。シドの飛空船だって。どうやらサラマンドへはシドの飛空船に乗っていくみたいだ。シドはパブにいるんだね。やった、シドがいたぞ。
飛空船では4つの土地に行ける。まずはサラマンドへ行こう。あっという間にサラマンドに着いたぞ。サラマンドの町は雪景色。どうやらミスリルはセミテの滝の洞窟にあるようだ。お、ヨーゼフの恋人がいたぞ。ところでヨーゼフはどこだ？ヨーゼフはある建物の中にいた。ヨーゼフはセミテの洞窟で働かされている人たちを助ければ信用しようなんて言ってるぞ。さあセミテの洞窟にやってきた。深いダンジョンへと主人公たちは進んでいく。物語はさらにバフスク。そしてカシュオンへと進む。冒険が、そして多くの謎が待ち受けているぞ。それでは最後に戦闘シーン。攻撃も魔法もその一つ一つが迫力のアニメーションで展開。ドキドキハラハラの連続だ。期待のロールプレイングゲームファイナルファンタジー2、12月17日スクエアから発売予定。グラディウス2、グラディウスシリーズ第3弾、グラディウス2がいよいよ業務用から移植されることになった。ある年、惑星グラディウスをはじめとした4つの惑星が1万年に一度の惑星直列を迎え、それと同時に謎の部隊ゴーファーが攻撃を仕掛けてきたというストーリーでゲームはスタートする。ゲームは全部で7つの空間からなっている。おなじみの人工太陽のステージやギーガー町のステージはもちろんのこと、ファミコン版にしかないオリジナルステージなんかもあって面白いぞ。ファミコンでは無理と思われた上下スクロールも可能になった。さらにオプションが3つから4つに増え、他にも最初のアイテムセレクトができたり、高速迷路が実現。各ステージはリアル感たっぷり。ボスキャラもおなじみのフェニックス、クリスタルコア、テトランと動きも実にしっかりしているしユニークだ。さあビッグバイパーを操作して7つの空間をクリアしてくれ。12月16日、コナミより発売予定。ついに登場、メガドライブファン。まずはスペースハリアー2。ドラゴンランドの戦いから10年よ。
今度はファンタジーランドの平和を取り戻すためにハリアーは戦う。はじめにスタートボタンを押すと方向キーの左右でステージを選べ、12ステージの好きなステージからゲームを始めることができる。つまり今までクリアしなければ見ることのできなかった先のステージを見ることができるというわけだ。なおタイトル画面の時に A ボタンを押すとモードセレクトの画面になり、ゲームの難易度などを設定できる。ここでゲーム中のゲームサウンドを聞くこともできる。そしてボーナスステージもある。絵も音もすごく見せたがりのゲーム、メガドライブの凄さを誇っているかのようなセガの自信作、ただいま発売中。ゲームセンターでおなじみセガ体感ゲームのサンダーブレードがやってきた。ゲーム前、難易度や残り機数を選べるようになった。操縦法は A と C ボタンがバルカン砲とミサイルを同時発射させる。そして B ボタンでスピードを調節しながら進むのがポイントだ。先へ行くと障害物も増え、敵の攻撃も激しくなってくる。慎重に進んでいこう。セガより発売中。獣王記。2人同時プレイのパワーアップアクションゲーム。スピリットボールを取ることにより筋肉が隆々と盛り上がり、だんだん強くなっていく。スピリットボールを3個取ると変身、特殊な攻撃ができるようになる。囚われのアテナを救うべく獣人は戦っていくのだ。ラウンドは全部で5つ。それぞれウェアウルフ、ウェアドラゴン、ウェアボア、ウェアタイガー、ウェアゴールドウルフと変身の姿もラウンドごとに変わり、攻撃の形も違うんだ。セガより11月下旬発売予定。新しい冒険が始まった。愛よ、勇気よ、奮い立て。僕らはマリオと強くなる。テクニカルファンタジーゲーム、スーパーマリオブラザーズ3。PC エンジンファン。CD ロムプレイヤーのゲームがついに出てきた。ゲームセンターで思いっきりボタンを叩いて爽快な気分になった人も多いストリートファイターの PC エンジン版がこのファイティングストリート。 CD ロムプレイヤーと同時発売。ゲームの内容は喧嘩アクションゲームとでも言えばいいのだろうか。殴る、蹴る、ジャンプする、男の戦いがゲームセンターそのままに遊べる。さすが CD ロム。戦いは1対1の3本勝負。上にある相手の体力をなくして倒すと1本取ったことになる。先に2度倒した方が勝ちだ。レバーの操作で必殺技の昇竜拳を出せれば勝利は見えてくるはず。ハドソンより12月4日発売予定。これも CD ロムプレイヤーと同時発売のアイドル CD ソフト、のりこ。君が届けた定期券の落とし主が実は小川のりこちゃんのものだった。君はコンサートに呼ばれ、しかもデートまでできちゃう。原宿などを歩いたり、のりこちゃんの部屋に遊びに行き、あっち向いてほいとかクイズとかで遊んじゃう。のりこのアルバム見せましょうか。あっち向いてほい。のりこ負けちゃった。ファミマガリレオくん。このソフトで小川のりこを独り占めできるというわけだ。ハドソンより12月4日発売予定。 P
PC エンジン新作紹介。全7ステージからなるアクションゲームソンソン2。謎の魔王にさらわれた三蔵法師を助けるために如意棒を片手に孫悟空が戦う。至る所にある果物を取るとゼニーというものになる。ゼニーはお店でアイテムを買いパワーアップする大切なものだ。ステージの最後に現れるボスを倒すと次のステージに進めるぞ。89年1月27日発売予定、 NEC アベニュー。ダンジョンエクスプローラー。設定はアイラの玉を手に入れるために勇者たちがダンジョンの中を戦っていくというアクションロールプレイングゲームだ。なんといっても最高5人同時にプレイできるというところが面白い。ファイター、シーフ、ウォーロック、ウィッチなど8種類の職業から好きなものを選んでスタートだ。それじゃみんなでやってみよう。果たしてコーネリア王国に平和は戻ってくるのでしょうか。ハドソンより89年2月発売予定。 PC エンジンウルトラテクニック。さあまずはガイアの紋章5大隠しコマンドだ。キャンペーンモードの時あるコマンドを入力するとユニット選択の時現代兵器が使える。名前が NCS メンバーになる。さらにキャラクターが動き形が変化する。そして魔法選択の時ミュージックセレクトができるようになるぞ。同じくガイアの紋章からパスワード入れ替え。キャンペーンモードで戦った後に出るパスワードでユニット生産のポイントを無限と言っていいほど増やすことができる技だ。そしてファンタジーゾーンからポッポーズの玉切れ。ステージ5のボスポッポーズとの戦いの時一番手前の小さいのを全滅させてしばらく逃げ回っていると玉を出さなくなる。その他マシン英雄伝渡るのデバッグモード。パワーリーグのマウンド回転魔球があるぞ。なお詳しくはファミマガミニを見てね。ここでファミマがおなじみの僕たちゲーセン野郎の紹介だ。どうも田尻です。今日はカプコンの魔界村の続編大魔界村をご紹介しましょう。あの前作からどのくらい難しく綺麗になったかをご覧いただきます。
やられてしまいました。やりがたいのあるゲームです。皆さんも挑戦してみてください。大魔界村、12月上旬登場予定。カプコン。スーパーマリオブラザーズ3。今回のマリオ3はいろいろな姿に変身できるのが特徴だね。そこでそのユニークなマリオを紹介しよう。まずはカエルマリオに変身。キノピオの家で手に入るアイテムで水中面では有効。普通に十字ボタンを操作するだけでスイスイ泳げてしまう。 A ボタンを連打すればさらに速く泳げる。水流の出ている土管だってカエルマリオなら簡単だ。タヌキスーツはどこかで手に入るアイテム。タヌキマリオでは尻尾マリオと同じ効果だが、見た感じがとってもユニーク。そして十字ボタンの下と B ボタンを押せばなんと地蔵に変身。地蔵になれば敵の攻撃は受けないが、こっちからも攻撃はできない。ワールド 5-3 に登場する靴を履いたクリボーをブロックの上から叩けば靴が手に入る。これを履くとトゲゾウでも踏みつぶせるのだ。どう？なんといっても跳ねてる姿最高でしょ。さてハンマーマリオではハンマーブロスと同じ威力を持つ。ハンマーだって投げられる。では次はどうしても進めない人への攻略アドバイスだ。超難関エリア攻略法。まずは 3-2 だ。ここは下は海、上はリフトと足の踏み場もないところでとても難しい。実はここは無敵になれるスターを連続で出せる技がある。これをうまく順番に取っていけば無敵のままエリアをクリアできる。次は 3-3。 まずノコノコを右に蹴飛ばす。そして P スイッチの出るブロックに乗る。亀がブロックを叩きスイッチが出る。そしてこのブロックがコインになったところでパワーアップだ。さらに白ブロックで P スイッチを出し、コインをブロックに変え橋を架けると楽に渡れるぞ。3-8 では足場が浮き沈みするし巨大プクプクが襲ってくる。そんな時は高いところに乗って地面が浮いてくるのを待ってすぐ行こう。そうすればクリアもすぐだ。さて次は珍しい斜めスクロールの 5-9。 足場はなんとリフトのみ。ここでは空中からの敵の攻撃もあるのでジャンプのタイミングが大切。リフトに乗り移る時もジャンプする場所が重要だ。ではここで早くもマリオ3の特別技を紹介しちゃおう。まずは宝船出現の法則だ。必要なことはマップ上にハンマーブロスがいること。そして点数の10の位と取ったコインの数の10の位と1の位が同じになるようにして面をクリアするんだ。すると宝船が出現。この宝船は 1,3,5,6 のワールドで出現するから必ずポイントしよう。次は隠しキノピオの家。例えばまず1-4に行きコインを44枚以上取ってクリアする。するとマップ上にキノピオの家が出現。同様に他のワールドでもある面のコインを一定枚数取れば出現するんだ。おっとマリオ3にもあった無限ワンナップ。 1-2 のクリボーが出てくる土管でクリボーをいっぱい貯めて踏んづけていこう。この時 A ボタンを押しっぱなしにして大きくジャンプしてね。落下するときは A ボタン連打でゆっくり落下。またクリボーを踏んづけて繰り返せばどんどんマリオが増える。では最後にとっておきの技、ワールドワープテクニック。ワールド1の砦の中でクエスチョンブロックを叩いて尻尾マリオに変身。そして助走して飛び左上の天井のないところを登っていく。
マリオが完全に見えなくなったら右へさらに飛んでいこう。すると画面が右へスクロールしていくので、止まったら十字ボタンを押す。すると宝箱の部屋だ。ここで笛を取ればワープできる。さらにワールド2ではワールド5と6へ行ける。これはハンマーブロスの持っているハンマーを取ってマップ画面の一番右上で使うと道ができる。その道の上にいるファイアーブロスを倒すと出てくるんだ。なおワープワールドでもう一度笛を使うとワールド8へ一気にワープする。さあクッパはもう目の前だ。この攻略法早速試してくれよ。マリオ3は任天堂より絶賛発売中だ。超ウルトラテクニック、ビッグチャレンジ、ドッグファイトスピリット、メンセレクトを発見。タイトル画面であるコマンドを入力するとどの面からでもプレイできるんだ。さあ思いっきりシューティングしよう。スーパーピンボール、全ステージクリア法発見。プレイヤー1の文字が点滅している間にコマンドを入力。セレクトでボールを止めてコントローラー2で操作してサブステージへ。ボールを動かすのは自由自在、簡単にクリアできるぞ。亀の恩返し、マルトクパスワード発見。このパスワードを入力するとアクションステージのボスとだけ戦える。これで思う存分ボスを攻略できるぞ。最終ステージのボスと戦えるパスワードもお得だ。亀の恩返し、あ、剣が消えている。ボスエリアでわざとやられてコントローラー1の十字ボタンの上と A ボタンを押し続けるとこんなところに亀が出てくる。そして敵の弾に当たると、あらら、剣がいない。魔刀の崩壊、パワーアップ最強コマンド。ステージセレクトで好きなステージへ行き、コマンド入力するとライフゲージが伸び、ライフが満タンになり武器の使用回数が増え、近くの扉へワープ。魔刀の崩壊、エンディングの崩壊。これはエンディング。ここでコントローラー2の B ボタンを押すとめちゃくちゃになる。コナミックスポーツインソール、ハンマー投げで92メートル04。パワーを上げて体が光ったらパワーを下げて角度は80度。するとなぜか記録は92メートル04。これで金メダルは決まりだ。霊言同士、無敵のパスワードだ。同士の心、同士の心へと入力する。すると無敵の同士はお札が使い放題、技も全部覚えられて、雑魚を無視してボスとご対面。ナイトライダー、ノーダメージ走行法。道路の車線にボンネットの真ん中を合わせると当たらない、当たらない。しかしカーブは辛いぞ。マニアックマンション、怪奇怪奇。関節を無視してキャラクターの首が回る回る。それではウルテク特別企画、サウンドモード特集だ。まずは大戦略。マニアックマンション、地雷くんはゲーム、コンピューター、
ランナーウェイ、そして物好き。最後はエイトアイズ。なお詳しくはファミマガミニを見てね。新作紹介、まずは半熟ヒーロー。半熟のキャラが半熟の卵を駆使しながら大陸を統一するおふざけシミュレーションだ。自分の城を守りつつ敵の城を攻めていくという戦闘はリアルタイム方式。卵と切り札を使いながら3つのシナリオを進んでいく。次にちょっと変わった移動方法。まずは出撃させたい将軍のいる城にカーソルを合わせ、移動させたいところに合わせる。するとテクテク歩き出す。敵にぶつかるか敵の城に乗り込むと戦闘シーンになる。戦闘は A ボタンを連打することで有利になる。卵を使うのはいいがモンスターが弱くなるので注意。ゲームを盛り上げてくれるイベントもある。将軍雇用、ブスの襲来、豊作、凶作などなど。イベントの後、切り札を買ったり兵を補充したりできる。その切り札を使って敵を倒すこともできる。モンスターの種類は41種類。それぞれのモンスターには特徴があり、とても愉快な攻撃をしてくれる。エンディングもとてもおかしい。主人公がやられてもこの調子。12月2日発売予定、スクエア。ファンタジックワールドを舞台にしたウォーシミュレーションゲーム、キングオブキングス。プレイヤーは一国のキングとなり、他国のキングと覇権争いの末、王の中の王を目指す。自分と相手のプレイヤーがユニットを交互に動かして、最終的にキングを倒すか、フィールド中の全ての街を占領すると勝ちだ。モードはルシファーとの戦いとマルチプレイの2つ。ルシファーとの戦いは1人用で、連続した4つのシナリオからなっていて、目的は魔王ルシファーを倒すこと。マルチプレイモードでは4人までプレイでき、全部で8つのフィールドが用意されている。プレイ条件を設定することも可能で、生産力を変えたり同盟を結ぶことによってプレイヤー間にハンデをつけたりできるのだ。ユニットとなるキャラは全部で22種類。そのうち13種は予算を使って雇うことができ、他はレベルアップ後クラスチェンジしたり魔法によって作り出される。売りは多彩なキャラとアニメ処理で綺麗な戦闘シーン、そしてキャラの性能表とアタック表が入っているところなどなど、魅力がいっぱいだ。12月9日発売予定、ナムコ。ウィザードリー2。さあ、これもロールプレイングゲームの老舗だけあって正統派してるぞ。ストーリーはパソコン版のシナリオ3。地上6階の迷宮が舞台。善と悪2種類のパーティーをじっくり育てていく過程を楽しむのが2だ。石積みの壁にも色が入ってモンスターもパワーアップ。さあ、
伝説の竜に守られた宝珠を必ず手に入れてくれ。89年2月アスキーより発売予定。ゲームセンターで一世を風靡したアフターバーナーがついに登場。本誌より一足先にその迫力シーンを紹介するぞ。武器の供給をしながら全部で18のステージをひたすら進んでいこう。3D 画面の迫力はもちろん、どんな出来になっているかと興味津々だった360度回転シーンも思いがけないリアルさ。89年3月、三電子より発売予定。ロックマン2、ドクター・ワイリーの謎。親玉、ドクター・ワイリーと8体のロボットを倒すのが目的だ。全9ステージでステージを自由に選べたり、罠がいっぱいのステージは前作と同じだ。パイプの塔を登るクラッシュマンステージ。ブロックが次々と出現のヒートマンステージ。光線が迫るクイックマンステージ。機械の内部のようなメタルマンステージなどなど、ボスロボットたちを倒してドクター・ワイリーに挑戦だ。12月下旬カプコンより発売予定。さあ、この冬期待のゲームを完全収録したファミマガビデオ1月号はどうだった？特報ウルテク新作特別企画のメガドライブファンに攻略マリオ3、これを見て少しでも上手くなればファミマガビデオも大喜び。次号も盛りだくさんで登場してくるからね。